はい、皆さん、今月はいよいよ春の校外学習です。イエーイ。今年はどこ行くのかな。水族館とか動物園とかじゃない？楽しいところはどこでもいいな。はいはい、皆さん落ち着いてください。今回皆さんが行くのはレインボーランドです。え、今話題のあのテーマパーク？やったそれでは明日は9時で班を決めたいと思います。9時だって。私たち一緒になりたいね。うん。今年もこの時がやってきたか。子供たちは楽しいことを目の前にすると気が緩みがちだから、よく風邪を引く。私の出番も相当くはなさそうだ。じゃあみんなまた明日ね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。はあ、いよいよ校外学習という名の遠足、楽しみだな。ただいま。おかえり、ゆめちゃん。体調は大丈夫？え、なんで？今全国的に風邪が流行ってるみたいよ。風邪？そんなの大丈夫大丈夫、私無敵だから。そう？ならいいんだけど。油断してると痛い目に遭うずら。タイトもおはよう。おはよう。はい、皆さん席について。はい、それでは今日は以前伝えていた校外学習の班決めを行いたいと思います。それではゆめちゃんから、引いていってください。セオリンとなーちゃんと同じ班になりますように。えい、お願いします。これだ。せーの、やったー。私たちやっぱ運命だね。うんうん、よかったな。でも今体調管理にはしっかりと気をつけておくんだぞ。風邪が流行ってるからな。確かに体調崩して校外学習行けなかったら何の意味もないしね。そうだね、手洗いがしっかりしよう。校外学習みんなで楽しむぞ。おはよう。明日は待ちに待った遠足だ。よいしょ。いろいろ準備が必要だからお買い物にでも行こうと。またのご来店お待ちしております。ありがとうございます。さあ、張り切って新しいバッグまで買っちゃったよ。ただいま。あ、なんかお腹空いたな。ママ、なんかお菓子ない？お菓子なら棚の上にあるわよ。なんか良くない気がするな。ついに私たちの出番なのか。あ、あった。よいしょっと、よいしょっと。いけないことをやってしまったずらね。ちょっとあんた、帰ってきてから手洗ったの？あ、忘れてた。もう風邪が流行っているって言うのにしっかりしなさい。もううるさいな。シッシ、あっち行って。手を洗わずにおやつを食べるとはいい度胸をしているな。ついに私たちの出番ずら。いざ出陣じゃ。ずら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 。おいしい。いくらでも食べられる。おいしいな。これでよし。あれ、
なんか咳が出るな。気のせいか。はんはんはん。うん、シャオハン。たくさん食べたら眠くなってきた。なんかこの部屋暑いし、冷房つけて寝よっと。はあ、おやすみなさーい。なぬ、冷房をつけたまま寝るなんてますます私たちウイルスの出番だな。これで完璧ずら。明日の朝が楽しみずな。おはようございます。皆さんここに集合したらバスに乗り込んでいきますよ。いよいよレインボーランドね。楽しみ。それよりゆめちゃんは遅いね。一番楽しみにしてたから一番早く来ると思ったんだけどな。確かに。もしかして体調崩したとか。いや、まさかまさかまさかのウイルス感染ずら。誰も私を悪く思わないでくれずら。手を洗わなかったこいつが悪いずら。行けそうにないわね。やだやだ、ずっと楽しみにしてたの。それはわかるんだけど、で、昨日手洗わずにお菓子食べてたでしょ。エアコンもつけっぱなしで。そんな。我々ウイルスに感染しないようにちゃんと手洗いうがいをするべきだな。ちゃんと風邪予防すればよかった。Yeah!